春の質問コーナー始まるよ。お腹にいた時の記憶はありますか？こと覚えてる？何しとった？ママのお腹におった時、二人は何してましたか？忘れた。っていうか、一緒の時に追ってない。うん、そうやって。ここのマンケはシュータとズケさんとどんな関係ですか？お姉ちゃんの家です。詳しくはこの動画をチェック。やべえな、やべえな、お前やべえな。お前それやばいやつだな。あなたの動画貼らなかった。俺のあの家族構成の動画。授業でココロマンチャンネル紹介して。ココロマンチャンネルはココロマン、ナナタン、ママ、ママス、ティーン、ノンちゃん、ゴリラが動画に出ています。やってみた、歌ってみた、作ってみたなどいろいろなことをやってるので、ぜひ昔の動画も見てみてください。3分18秒、ママス顔映ってる。私のせいですか、あなたのせいですか？私のせいです。でちょっとぐらいはね。家の中にゴリラがいる。ティン、カナタ君の可愛いところ5つ言って。顔、顔、動き、動き、顔。のんちゃんの得意な教科、逆に嫌いな教科は？得意な教科はなくて、嫌いな教科は全部です。カナタは好きな YouTuber さんはいますか？ヒカキンさんが好きな。ナナタンのナハとココロマンの心の名前の由来って何ですか？過去の質問コーナーでもお答えしたことがあるんですけど、ココロマンはココロナナハです。その名前に決めた理由とかはあるんですけど、結局は語呂合わせですね。ココロマン家ではいつスマホ買ってもらえるんですか？っていう質問があんねんけど、スマホ買ってもらったのがのんちゃんとティンやから、ママツーに聞いてみます。あ、聞いとん？聞いとんねん。中学校入ったらです。小学生をお持ちのお母様方、このコメント欄にいつから携帯を持たせるのかを書いてください。ゴリラ、ティーンをいきなり抱きしめてみて。 OK、 やりましょう。失礼します。お前いいんか。なんやねん。大好きだよ。気持ち悪い。大好きだよ。もういい、終わっていい。終わっていいもん。今行きたいところはどこですか？あとハワイ、あと韓国も行きたい。ナナタン、ウィンクしてください。今朝のチャンネル登録と新ルームとコロマンチャンネルチャンネル登録しましたよ。チャンネル登録ありがとうございます。仲悪すぎか。ありがとうございますって言ったろお前。いや、俺いつもありがとうございます。何チャンネル登録って。チャンネル、俺いつもありがとうございます。これ何この動き。俺いつもありがとうございます。エンディングドロマイチョが変えろお前そのエンディング。はい、次。痛いを呼び覚ます、スロー再生やめなさい。私も海外ドラマが好きなので質問させていただきます。フリー、ボンズ以外にも見ているドラマありますか？私とゴリラがハマった海外ドラマがスーパーナチュラルっていうんですけど、最近ズケさんも見ているそうです。ホラー系のね、ドラマが好きな方はぜひ見てみてください。ママツーさん、スクイーズの好きなところ3つ。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。それしかないやろ。ゴリラ、ストリートタイプで喧嘩し合って。俺はココロマンのパパなんです。人間のパパなんだ。ちゃんとした子がいるんだよ。もうあのゴリラのやつなんてどっか行かそう。もうゴリラキャラいいだろ。ティン君かっこいいね。これからやりたい企画は？もんちゃん、意味が分からないんだけど。あ、そう、あ、何ですか。やりたい企画は大食い企画したいです。はい。ナナタンは誰が好き？シュータ君と離れて寂しいよね。寂しくないよ。前にシュータ君が担任になった夢を見ました。なのでシュータ君が生徒に怒るところを見たいです。おふざけなしで。え、どういうこと？生徒の？タイミングの休み時間終わったよ。席について。はい、はい、席について。ついてる。あ、おいおいおい、お前、おい、これなんだ、これはなんだ、お前、おいおい、え、知らない。おい、今日は転校生が来るからちゃんとしろって言ってるだろ、お前ら。おい、本当に今日は言うけど、はい、しっかり隠せよ。おい、お前、おい、心、おい、お前、授業中は寝たらダメって何回言ったら分かるんだ、お前。ブランケットもなしにするぞ。持っていくの、本当にもう、本当にもう、もう、もう、もう。今日夢に心マンケが出てきました。あれは心マンケですか？最近ツイッターで心マンケが夢に出てきたっていう方がたくさんいらっしゃって、とても嬉しいです。でもよくお出かけとかしてて、本当にね、そこら辺をね、心マンケが歩いてるんで、皆さん見かけたらぜひ声かけてください。おばんです、鈴木です。ご参考 YouTuber としてまったり毎日動画上げてますので、ぜひぜひご覧くださーい。したっけね。今のチャンネル登録者数何人？187,000、244,000、16,000です。はい、サイトおばんって何ですか？挨拶です。ゴリラの挨拶は？うっほー。学校先に YouTube してるってバレてる？はい、バレてます。カナタ君とナナタンどっちが可愛いと思う？カナタ君。裏切り者。だってナナタンは可愛い時と可愛くない時があるから。オフ会する予定ありますか？一応今年の夏に関東と関西でオフ会というか、みんなと視聴者さんと遊ぼうっていう企画を考えております。イエイ。
動画とかでオフ会の告知とかもすると思うんで、楽しみに待っていてください。なんでママツは口を隠すんですか？スノーの時は口隠してないのに。まだ言う私が気持ち悪いからです。気持ち悪くて動画が見れないからマスクしてます。もういいんじゃない？ダメゴリラの初恋はママに決まってんじゃないか。絶対嘘。なんでやねん、なんでやねん。絶対嘘。恋しちゃったんだ気持ち悪い映画ティーンの字が見たい。映るかな字が。シュータの顎はとても長い。みんなに質問だ。フィッシャーズ誰が好き？みんなほう。3マサイさん、マトキさん、ヒカキンさん。正解正解。シュークロードさんのいとこ。俺はアニクロードが好き。ねえ、みんな。シルクさん、ペケタン、タンコさん。去年の夏に出会った関東に住む高校生 ML 春樹くんは夏休み中心満喫に居候をしていました。そこからほとんど絡みはないものの、のんちゃんと付き合っているのではないかという噂が出てきました。前回の質問コーナーでのんちゃんが言っていた通り、のんちゃんと ML 春樹くんは付き合ってはいません。でもお似合いというコメントをたくさんいただくので、心満喫のみんなはどう思っているのか実際に一人ずつ聞いていこうじゃありませんか。まず私の意見から、のんちゃんと春樹くん釣り合わない、どう思いますか？似合いですか？似合いではないと思いますよ。あのすいません、あのノーコメントで。バツですね。バツをやって。ママちゃんとピンとノンちゃんが全力 TikTok してください。これはじゃあウインクウインクタン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 うんぱ離す。何始まったなんかどっかの売れない芸人みたいな。はい、できた。バツすぎる。お前、あなたスノーだけついてる。で、合ってない。はい、ちょっと何、合ってきました。ゴリラパパ、猫全員集めてみて、集合写真撮って。いや、あなたが行きなさい。猫集めに。はい、カートです。カートです。早く、ほら、みーちゃん逃げた。みーちゃん逃げた。閉めた。ほら、早く逃げるで、逃げるで。あ、映らへんで、3人。お前、ちょっと、なん、そこは逃げたで、ほら。シャイトで、シャイト。無理。ティンはカンニングしたことありますか？Nothing。マニー。待て、のんちゃん、ティン、2人でニャンコスターやって。知らないけど。ニャンコスターって見たことない。何それ。タタタン、タタタン。え、そうなんの？タタタン。タンタンタン、知らんで。それではゴリラ先輩の一人鬼ごっこスタート。最初はグッジャンプブイ、俺逃げるぜ、俺鬼かよ。準備待て、準備待て、準備待て、行くよ、待て、鬼です、鬼です、鬼です、捕まえよ、捕まえよ、もうちょっとで。ちょっと待とうか、ちょっと3分休憩しようか。はい、どうも、シュータです。沖縄県出身の大学生だった男の子が YouTube に動画を出していきます。マルチ系、マルチ系、マルチ系、時にはおふざけ、いつも変顔、いろんな動画を出してみんなを楽しませているよ。ぜひチェック。今ハマっている芸人さんはシュータルミズのシュータさん。ミキっておったよな。ミキ、なんか顎が長いシュータさん。あれ、ミキ、ミキ、中岡いいね、中岡さん。シャンシャインさん。シャンシャインさん。あ、シャンシャインさんな。いやー、
みんなの好きなキャラクターを教えてください。スヌーピー、マナ、ワンマン、レイ、ジャー、ヨウ、スパイキッズ、カナタ、キティちゃん。みんなの身長を教えてください。185。おい、おい、157。195ぐらい。おい、もうちょいちっちゃいから173かな。私が168で、パパと同じ身長で、私より5センチぐらい低いです。158、131。カナタは90ぐらい。みんなのスマホのホーム画面と6画面を公開。課題の紙、2人の絵、はい、クラピカ、あ、グッピーさん描いたやついいよね。チュラウミジンベエザメテンプレ。6画面が怪盗ティーンと名探偵ココロン、セーラーマーナナ。画面はテンプレ、テンプレ、テンプレ、テンプレ。ヒカキンさんとマスオさんと懐かしい、懐かしい。ナナタン、ティーンとノンちゃんにチューして。いや、やばい、マジ俺一回チューするじゃん、やばい、俺一回チューするじゃん、やばい。あ、始めた。やばい、よし。おい、パパにせんかったで。あ、ココロ君おいせんかった。寸止めした。武家さんとシュータは許さん。なんで俺口なの。俺らなんで俺口なの。許さん、なんで口と思ったの。はい、次。あーやーやーやー。顔交換して。少し撮ったらできんやつ。あ、映ってる映ってる、いけてる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 。私の顔なにこれ。シュータ君より言えよ。私誰これ。ちょっとついでに後でマーナナの顔も交換してくる。なので写真を2枚出します。え、ちょっと。一番楽しかった動画は何ですか。昔の動画。パパウッド。またそれ私に喧嘩売っとるで。ユニバで鬼ごっこしたのが。あー、面白かった。はい、家、あの室内で氷鬼ごっこしたのが。あ、見た見た。あれもこの質問コーナーに入っておうからね。猫ちゃんと一緒に遊んどう。あなた、クッキング面白かった。あー、クッキング。猫ちゃんと一緒に遊んどうとき。あー、あれ面白かったな。一人ゲーム、一人ゲーム。僕が逆上がりしてめっちゃ痛かったところ。あー、面白かったな。あー、マナがサンタやったやつ。あ、シュータに沖縄ドッキリ。チャンネル違うわ。言うな。あれ嬉しかった。あれ面白かったか分からなきゃ。みんなのスマホカバー見せて。次、次、次、シュータが見てんねんけど。はい、いいや。男全員バッテリーの数だけ歌ってしてください。充電したばっか。38か。はい、俺の携帯ゼロや。はい、ゼロ。ゼロパー。イエーイ。はけていいよ。はい、でも俺のもう一個の携帯42パー。イエーイ。42回スケジュールが、スケジュールが、スケジュールが、スケジュールが。67、オッケー。おい、おい、36。先生、サボってる人います。42。はい、腕が痛い。ちょっと、じゃあ皆さんがやっている間に、あの、もう一人男がいると思うんで。いましたね、あっちに。あの、質問コーナーなんです。バッテリーの数だけ腕立て。ちょっと待って。何パーセントですか。52% でございます。めっちゃ重そう。うわ、腕への負担がやばい。やったー。はい、負荷がかかりました。はい、お願いします。一回もできない。2回目。はい、せーの。なんか重たい。はい、ありがとうございました。以上、質問コーナーでした。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。長い長い質問コーナーでした。絶対ふざけとは。いやいや、初めだから。ほら、もう子供たちがもう大変だから。あ、もう大変だよ。先生、先生、どうにかして。先生、どうにかして。もう寝る。寝てる。じゃあ分かった。もう寝てる。はい。はい、もう寝てる。ママです。どういうこと。あ、マスク。ちょっとあれやわ。あの、見て。ココロとナナハで撮影したから。マスクが顔面近い。近っ。マスクが目に入る。あ、あ、やや。あやなんやねん、その顔は。かなた、バイバイして。バイバイ。のんちゃんが動画に出ています。やってみた、歌ってみた、作ってみたな、やってみた、歌ってみた、作ってみた、食べてみたなど、いろんなことをやっています。毎日毎日騒がしい我が家ですが、ぜひ昔の動画も見てみてください。ココロマンチャンネルは、ココロマン、ナナタン、ママ、ママツ、ティーン、のんちゃんで。違う、どっか行ったぞ。誰や、ゴリラや。この動画が面白ければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。
それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。